皆さんどうも、こんにちは、ダイダルです。さあ、今日もやっていきましょうか。スーパーマリオオデッセイね。今日は、ここのね、都市の国のムーンを全部集めたいと思います。まずここ、2個ある。ここのね、土管入ってなかったから入っちゃいましょう。イェーイ。痛い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 。土管系やってなかったってなんか珍しいな。というわけで行きまーす。まあ、あと10個ぐらいですからね。パパパパって集めたいと思います。さて、ムーンは多分2つある。うん。2つ。2つムーン頑張って探しましょう。まあこういうね、鉄骨アスレチックはそんな難しくもないので、ピャッと行こう。えい、おお、お前になりたーい。へい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 、痛い痛い痛い、お前お前何やこいつ、やんのか。よし、とりあえずこういうとこ壊せ壊せ俺。おっと、待て待て、なんもないよな。なんか お前また出てきたんか。なんたで出てくんねお前は。こういう壁とかしっかり見とかないとね。おー、ちょっと待ってな、ちょっと壊れへん壊れへん。なんもないの、これ戻って見たとことかにたまにあったりするからね。ないよね。じゃあよし、じゃあ行くか。これ持っていくのかな、結構むずいよこれ。おおおおお、で振り返ってみたときに壊せるとこがあったらとか あるかもしれないしね。ちょっと怖いちょっと怖い、ここちょっと怖いちょっと怖い。あ、落ちる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 。怖え、えい、うわー、あぶねえ、マジ。あ、だ、乗っていかんでええやんけ。あるやんけ、ここに。あ、これ、あそこ壊せるとこあるね。うい。こっち、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 こっち。多分、この中にあるでしょ、ムーン1個。え、ないの？あったーい。ゆがとムーン。砕け。グラグラ鉄骨。はい。じゃ、先ちょっと見ようか。あ、これ別に、ブロスなくてもええとこやな、これ。あー。いらんいらんいらん、ブロスあると逆にしんどいこれ。ね、よし、じゃあサクサクとあとはゴールしましょうか。邪魔やぞーブロスさん。痛い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 。今日のね、マリオはクラシックマリオね、昔懐かしいマリオです。うい、あ、落ちる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 、怖い怖い。よーし、ゴリゴリ行こうぜーってわけで、1個目ゲット。あ、2つ目かこれ。ジャンプ、グラグラ鉄骨。ま、こんなもんしよう、行きまーす。今日の動画なんかめっちゃ短くなるかもしれんけど、許してないみんな。ね。はい。OK です。さあ次行こうか。次どこ行く？あ、ここ行くか。夫婦おじさん。コメントでね、そこはああだぞいってみんな言ってたよね。ああだぜ、こうだぜ、そうだぜってね。俺はその思いしかと聞いたぜ。そう。おじさん、疲れてるんだね。俺がここで座るわ。話聞いてあげるよ。うん。この辺りでは見ない人だね。横に座ってくれた人はあなたが初めてだ。ありがとう。心遣いにお礼させてほしい。え、ありがとうございます。で、一生遊べるお金です。イエーイ、ベンチでしみじみ。まあ、疲れてんねんな、あんたは。どうもありがとう。ね、無理しないでね。はい。では、次行きましょうか。さあ、次のムーンはどこだ？ニュードンクシティのここに、バッテンあるのと、そこあるな。どこから行こうか。とりあえずヘリポートのところから取っちゃおうか。ね。にって書いてある土管が一番楽なんだけどね。それ以外のもしっかり取っておかねえと。ね、足元すくわれるやつやからな。よし。さあ、ここの上かな？ん？どうやって行くんこれ。屋上から登っていくやつじゃないこれって。ぴゃーん飛び降りて。ね。なかなか難しいやつするな。じゃあちょっと やってみようか。あんなとこ場所分かってたから行かないよね。あそこ。あ、ゴミ箱があるんだ。じゃあ、あそこ行きましょう。ふぅーい。到着。えい。うわー、入ってた。You got me. 高い高いゴミ箱。ここ作ったやつ誰だよ、これ。ねえ。絶対ゴミ捨てられないっしょ。じゃあ、いっか、次にって書いてる、ここ。どこだ、それ。にって書いてる、ここって言って。場所分からんけど。ここ。横に入り口があったんだ。入ってみようか。暗い。暗毒マウンテンだ、ここ。暗くて土管な。土管？暗くて毒や、毒。暗毒。暗くて毒。こんにちは。わっ！嬉しい！イェーイ！コインたくさんでーす。ガメツキノコくんにね、いっぱいお金取られたから、俺、お金ないんだよね、今。ね、200枚しか持ってないよ、コイン。あ、そこ光ってる。
あ、なんかいるじゃん。ハロー。あべ、うわ、ないよ、こいつ。あいつ無視して、こっから取っちゃおうぜ。よし。さあ、ここかな？やった！あ、なんか、ちらっと見えるね。枕山の離れ島。ここだね、ここ。よし。しっかり足場作っていきましょう。助かりますわ。うおー。行きはよいよい、帰りがダメだったもんね、今の。倒しとく、こいつ。よし。ヘイ、じゃなー。お金少ないからな。うわ、復活すんの、君。結構めんどくさいタイプやん、それ。よし。やべえ、だって痛いよ、もう君嫌い。登れるところ他あるのかもしれない。今の感じ。え、今のやつを台座にしないと登れないのかな？あ、登れるとこあんじゃーん。優しい世界。やべえ！待て、行って死ぬって言ったじゃん、俺。死んだ、どうすんの、俺が。なあ。これ何、トゲ？トゲついてんじゃん、やば、怖。よし。ほい。じゃ、こいつのね。よし。あやらかした！うっし、今度こそ取りましょう。ほら、来いや。ういっす。で、こやつをどかして、じゃあ、またやらかした、もうそういうことする、俺は。死ぬ。今度こそ行くぞ。もうミスらない。ほい。あぶねえ、マジ。ちょろかったわ。真っ暗山の上。あぶねえ、マジで。ここの分結構難かったね、ほんと。さあ、帰り道は。うわ、ここでした。はい、ムーンはね、あと2つですかね、ここは。もう2つだよ。やばくね？こことかなんかあるんじゃね？ここ、ほら。ここ。ここじゃない。これ中かな、ここの。でもな、中ではなさそうな気するけど。ね。大切にしますねって、そりゃ、あ、カバンあげてんな、俺が。出れるわ。さあ、中入ってみます、ここ。イェーイ、フー、イェーイ！プッ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 ピッピッポッピッパッピ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 ッ。なんかこの中でいるかもしれないよね、一人。あ、いた！こんにちは。もう一度フェスティバルやります？いや、フェスティバルはいいや。フェスじゃないよね、多分。ブブブブブブ、イェイヘイヘイ、デデ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 デン、俺はマリオだヨウ。あ、キノコくんもんじゃん、ヨウ。バボバボン。あ、ありがとう、ハート。舞台裏とかになんかなかったりすんのかな。ね、これ何、ここ。あ、隠れてたってだけが、そこに。ムムム、ここではなさそうか。じゃあね、出るか。フェスティバルやれば出てくるのかもな、もしかしたら。ちょっとこれ後回しする余裕あんのかって話だけど。あ、ちょっとガメツキノコくんにね、なんかもうちょっともらえるのと、ヒント取りにちょっと聞こうか。キノコくん、残り教えて。あーっと、購入完了でーす。2つだけ買えたわ。2つだけ。2つかー。じゃあ、この2つプラス、オンで、ヒント取り聞きましょう、ヒント取り。鳥だ。探し物なんだろうなー。それは、渡り鳥。鳥かー。鳥だ。路上でフェスティバル？フェスティバルがやっぱあんのかな。とりあえず分かるもの行きましょうか。まずはどこだろうな。ここではない。分かるやつから埋めていきましょう。路上でフェスティバル、フェスティバルをもう一回やれってことなのかな、多分ね。で、次が都市の渡り鳥。渡り鳥がいるところがあそこだから、その渡り鳥を捕まえようってやつですね。とりあえず渡り鳥がやろうか。鳥だ。鳥捕まえるのマジより苦手やねんな、ほんと。鳥の動きをまず観察するところから始めていきましょう。どこ行った鳥？え？ここか。うわ、どうしようかな。ちょっと頑張って探そう。鳥が今ここの真下にいるよね。あそこ。あの鳥がどう動くかだよね。ふむ。そこから行くのね。よし、そう言って。鳥どうするんだ、鳥さん。鳥さんのルート的には、
高いな、そこ。ねえ、おお。あっちへ行く。はい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 。あっちへ行くの分かった。それで？それで？どうする、鳥さん。鳥さん、どこ行くの？待って。行ける、ここで。タクシーを使えば。ほい！あ、惜しい！あら、よし、ゲットー。今手ぶつけた。ちょっと待って、あの分取りたいんだけど、取れないよ。来て、タクシー。来た来た、タクシー来た、タクシー来た。タクシー。お願いしまーす。ここまでお願いしまーす。来た来た。ちゃんとウィンカー出すんだね。よし。おい。You got me! 都市の渡り鳥。うわー、ちょっとめっちゃ難しかったな、今のやつ。オッケー、なんとか難関を取れたね。じゃあ次は、フェスティバル行こうか。ちょっとフェスティバルもう一回開催してよって言ってくるわ、とりあえず。フェスティバル。フェスティバルおじさん、お願いします。やる、ルルルルル、頼む。また、あ、ポリンシュ歌ってくれんの。伝統のフェスティバルタイム。路上のフェスティバルって言ってたからね。なんかそういう感じなんやろな、そこは。まあ、この BGM 深く聞きたいって方はね、任天堂公式サイトで BGM 聞けますので、そちらで聞いていただければと思います。普通に喋るから、俺は。あーって言って。でも、ポリン師匠、あら。ホレーって言っても、でも、ピーチ姫の方が可愛い。わかる。さて、まあ、コイン稼ぎにもなるっていう、このステージなんですけどね。とりあえず探そう。かみんなおるで、伝統のイベントでーす。盛り上がっていきましょう。ジャンプジャンプ。ムムム。これって、ムーン、ここ？どうやってあそこ行くんや？なんか違うのかな？とりあえず行ってみよう、これで。ね。おう、入るぜー。さあ、ワープしてきました。今ここだね。こっからどんどん移動していくのかな、多分。よし。じゃあ、パッと行きましょう、ここで。で、まあ、コイン稼ぎながら、ペアペアペアと行こうと思いますんで。で、次はここ。ここまだ違うね、ムーンポイント。ああ、戻っちゃったあおーし。タル降ってきすぎちゃう？で、ポリン市長はね、ドンキーコングに昔さらわれててた女の人で、ね、まあ、多分、あれやな、助けられたマリオに恋心抱いてんやろ、多分。全くもって嘘です。もう適当なこと喋ってますので、マジで。気にしないでください。いいっす。さあ、今ここ？あ、違う、ここか。びっくりした。もうすぐじゃね、これって。よし。あ、痛い。回復させて。回復ないじゃん。なんで上から樽降っていくんだ、ここ。危ない、痛い、危ない、痛いだよ、ほんと。え、ここムーンある？アベッシー、アベッシーじゃねえけど。ないよね、行くよ、このまま。あれ？今ここに来ちゃった。ムーンなかったけど。あららら？やっぱここなんだよね、どっかあるとしたら。ね。なんだろうなぁ。あー、ちょっと待って、今、見た？見た？この上だ。あ隠しブロックだよ。わかんないよ、そんなの。あー、隠しゾーンだ。よーし。ロジオでフェスティバル。あー、めっちゃ客めっちゃ盛り上がってるやん。ウェーイ。盛り上がってるかーい。イェーイ。帰るか。帰れねえ、これ。ゴールしなきゃ。まあ、とりあえずゴールしてくるわ。こんにちは。会いに来たぜ。イェーイ。お前ら盛り上がってるかー。うおー。イェーイ、お前ら。俺の飛び箱だー。じゃねえよ。帰るか。帰ります。ありがとう、ポリンショー。久々に楽しかったよ。オッケー。なかなか分かりづらい分だったね、今のも。よし。では、またヒント取りに聞きましょう。教えてー。邪魔者になってるんだー。チクタクアスレチックに。チクタクアスレチック、俺まだやってなかったの？うせやん。それはそれは、お宝写真。うわー。
あとね、残ってるのあと2つなんだよ。じゃあ今の2つで終わりっぽいですね。アスレチックが。え、ここかな、アスレチックって。ね、屋上のアスレチックってなんかあったっけ？何も覚えてねえけど。よし、来たよ。で、ん？場所的にはね、ここなの。もう一個上かな？とりあえず上行ってみるか。ね。へい。一番上まで行きましたよ。え、この P スイッチ？俺取らんかったっけ？ P スイッチって。これ。逆側にある鍵。え、取ってなかったっけ？俺これ。へい。取ってないやんけよし。待って待って待って、これ失敗した。ちょ待って、マジか。どうしようこれ。スイッチ押して、スイッチはとりあえず最短距離でピッて押して、ここからだよね。ここから、あ、待って、あ、頼む頼む。あ、間に合ってないのか今の。最初の動作が悪かったと思う俺。最初転がろう、まずここ。押して、転がって、転がって、取るっていう。素晴らしい。で、次。次も転がる。ね。よし。で、こうやって、あ、めっちゃ簡単やったわ、こんな。鼻ほじりながらできるね。都市の国で、チクタクアスレチック。オッケー。さあ、次は、あの、貝が取るか。ここね、ここ。すげえ、バラン、すげえ、なんか、神のバランス感か。おい！よし。今度こそ A チェックしましょう。危ない。さて、見ましょう。どんな絵だったっけ、これ。ん？これは、湖の国の、海底エスカレーターあるところの近くかな。ね、海底エスカレーター、なんか上に上がるところのエスカレーターみたいなところあったところの途中かな。わかんないけど、行ってみるか、とりあえずあの国まで。ピッチ姫は、かわいいな。さて、あのなんか柱が立ってるところ、だよね、多分。おー、行っちゃったー。この辺りだよね、多分。ポチの写真が写ってたところって。ちょうどちょうど。この辺。この辺のどっかかなと思うんだけど、あの写真的に考えて。こういうとことかさ。ちょ、適当に、ヒップドロップしてみようぜ。違うの？この辺じゃないのかな？わかんねえ。どれぐらい距離離れてたか俺スクショ飛んで忘れたんだよね、ほんと。だからとりあえず適当にヒップドロップ しなきゃ、ゲットできねえっていう。やべ、これ結構シビアやな。やべ、写真が欲しい。君が愛しいじゃねえよ。やべ、困ったな、これ。ファッションスタジオや来てる、ほんと？でも見えてた角度的に考えて、こっちか、あーっと、こっちだったったよかった、ブー、ちょろいわー。そう、P スイッチ見えてなかったから、こっち側かなと思ったんだけど、まさに、ジャストヒット。ね、計算通りでした。よし、さあ、これで皆様、なんとなんとなんと、都市の国、ムーン、コンプリートー、イエーイ、やったね。さあ、もうあとね、え、海の国って俺こんな撮ってなかったの？マジか。じゃあ次回、海の国とかね、撮ってないところがまだまだ、なんか山のようにあったので、撮りに行こうかなと思いますので、よければまた次回も見てください。で、着々と先へ進んでますね。このペースで頑張っていきましょう。オートプレイ、じゃあどん。